どうもかなです。今日の動画なんですけど、今日は内装紹介をねしていきたいなって思います。視聴者さんも増えてきて、トラック乗ってないよっていう人もねちょっと見てくれるようになったので、初心者さん向けにっていうか、まあ、この業界にいない人向けにちょっと分かりやすくこんな感じだよっていうのをね伝えられたらいいなって思ってます。同業者さんのねトラックドライバーさんたちはすごくつまらない動画になっちゃうと思うんで、前半は普通に運行していきたいと思います。はい、ということで出発しましょう。今日はね普通に土曜の運行じゃなくてめちゃくちゃ土平日なんで、多分圏央道渋滞とかするんじゃないかな。最近ね海老名ジャンクションが調子悪くて、あと御殿場かな、御殿場も調子悪いね。工事してて結構規制とかされてるから、なかなかねスムーズな運行になってなくて、あ動画撮るのもねちょっとねっていう状況なんですよ最近は。はい、今荷物くっつけてきました。なのでいつも通り静岡県に出発します。今日はねいい天気だね。今んとこね厚木らへんが渋滞してたね。でもね35分くらいやったから、まあ到達する頃くらいにはねもう解消されてるはずなんだよね。自己渋滞とかって書いてなかったから多分自然渋滞ですね。はい、今回もアテレコしていくんですけど、最近トラガール増えたなーって個人的には思ってます。やっぱりねトラックめいめいちゃんがね大バズりしたのは結構ねでかかったんじゃないかなっていう風には思ったりとかしてて、なんとね所沢支店にもね女性のドライバーさんが最近入社してくれましたすごい嬉しいんだけどね、なんかできればね長く楽しんでやってもらいたいなっていう風に思いますね。やっぱこれねやってみないことにはね向いてる向いてないって結構はっきり分かれる職種だなとは思うので、結構まあドキドキですね。なんか楽しみ方、自分なりの楽しみ方っていうのをね見つけてほしいなって思いますね。やっぱ人それぞれなんで、私はまあ動画見てもらうと分かる感じで楽しいんですけど、はい、よっしゃ着いた。どうしよっかな。はい、ここで430休憩で残りが15分かな、休憩します。スタバ行こっかな。じゃあ行ってきます。はい、帰ってきました。行こう、終わった430休憩。じゃじゃーん、スタバ。今日はエスプレッソラテです。ホイップ追加で、あ、もう溶けちゃったホイップ。しゃ、行きましょうか。 OK、出発。私がトラックの仕事すごい楽しいなって思ってるのって、やっぱり一人の時間が長いことなんですよね。まあ、逆にね一人だからこそ困ることってたくさんあるんですけど、まあそれを差し置いてでも一人でいれる空間すごい楽しいなって思ってお仕事してますね。暑いも寒いもお腹空いたもね全部自由だし、歌おうが叫ぼうが泣こうが笑おうがね自由なので、それは結構ね精神的にっていうかすごく楽しく仕事できる一つかなっていうふうには思いますね。最近はね在宅ワークとかもあるけど、やっぱり私家でじっとしてるとかもできないから、大好きな車で、でっかいかっこいい車でこういうふうにねお仕事できるなんてすごい幸せだなっていうふうに思ってます。こんな感じで箱を切り離して荷物箱だけをね交換するんですよ、スワップ車両っていうのは。で今これが開いたので、私は自分の車をこれをくっつけて埼玉に戻ります。はい、で今からね荷物をつけます。ここに見えてる箱をねここにくっつけます。
回失敗。できた。多分ね、これでいける。今ね、こんな感じなの。これで多分ね、まっすぐ下がればいけると思う。で、こっち側はね、こんな感じに見えてる。こう、これでまっすぐ下がります。はい、てなわけでね、一通り脱着終わったんで埼玉戻ります。ちょっと忙しい。よし、日報も書きました。では埼玉に戻ります。今更なんだけどさ、この動画結構前に撮ったのね。だから半袖なの、やばくない？多分1ヶ月前、1ヶ月以上前かな、撮影したの。だから半袖なんだけど、もう今めっきり寒くなっちゃったもんね。インフルエンザとか流行ってるから、みんな気をつけてくださいね。私妹もインフルエンザだったりとか、結構周りで流行ってたので、気をつけなきゃなって思ってます。はい、はい、荷下ろし先到着しました。さっきね、静岡で荷物をくっつけたやつを今は埼玉県で切り離したら、また車庫に向かって帰ります。はい、点呼も全部終了して、一息休憩もし終わって、今からね、内装紹介をしていきたいと思います。まあ、あんまり詳しくは紹介しないんですけど、毎日私が乗ってるトラックを紹介します。まずね、ハンドル周りこんな感じで、ハンドルカバーとかつけずに運転しています。エンジンかけるのがここで、回すタイプです。いくよ。はい、これはね、アイドリングの時にこうやってブーンってなる。これをマックス右回すと回転数が上がるんだと思う。ほら、モニター系で言うとね、今出てるこの3つのやつは車間のやつ、自重かな、これが 50m、 これ 30m。 オートクルーズで走ってると自動ブレーキがかかるタイミングになりますかね。今の操作はね、ここでできる。まあ、基本あんまりいじることないですかね。このボタン系で使ってるのはこれ。音楽とか聴いてる時にここペッてやったらね、次に飛ばせるから、これを使ってます。めっちゃ便利です。このボタン系でいくと、ここかここか押すと、このトラックのなんか燃費だとかそういうのがここで見れますね。で、まあなんかシステム異常とかがあったら、ここがオレンジ色に光って、現在故障とか過去故障とか、そういうデータが分かるようになってますね。ここについてる黒いやつ、これ赤く光ってると思うんだけど、運転中によそ見とかしたら、あの警報が鳴ります。ここからビービービーって、そのセンサーがここについてます。はい、でここについてるのがタイヤの空気圧とか温度とかが、このモニターに全部表示されます。これは今度動画でまた別撮りで紹介したいと思います。これ結構すごいんだよ。めちゃめちゃいいと思います。17プロフィアはね、ここについてます。ハザード、これはオーディオ、これでこの Bluetooth とかラジオとか設定できるやつ。これは温度。この辺は乗用車と一緒かな、あんま変わんなくて。あとここら辺のボタンなんだけど、これはね、ミラーを温めるやつで、これ蓄冷エコモード、あんま使ったことないかな、なんだろう。でこれはね、なんだ、あれだ、車線のね、サイレンとかがビービービーってなるんだけど、それのオンオフのやつだね。でこれはふらつき、まあ、ここら辺ってやっぱなんか乗用車でもあるから見たことありますよね。ここはね、カード入れるところで、あとはまあトラックらしいで言ったらこれね、デジタコ。今運行終了したんで、運行カードを挿入してくださいってなってるんですけど、まあ、ここに自分の SD カードを入れると、運行中に何キロで走ってるよとか、何があったとか全部記録されます。
あと430休憩とかのデータとか時間とか今どれくらい走ってるよとかっていうのも全部ここに、まあ、表示されます。あとは電気系はこんな感じで、ここがシュガーソケットなんですけど、 12V と 120W って書いてある、乗用車と同じやつが使える。これ今ちなみにこっちにある冷蔵庫をつけてるんですけど、この冷蔵庫は 12V と 24V 兼用なんで、そのまま挿しちゃってます。 2.1A って書いてある。ここは普通に USB で1個取れるようになってますね。私は携帯充電してるんでここでやってます。で、ここがサイドブレーキっていうんだよね。プロフィアはこう下にこう下げればロックかかってる状態で、難しいんだよこれ。手前に引っ張って離すと上がる、引っかかってもこう上がんないようになってんので、まあこれはまあこっちでもできることはできるんですけど、まあ基本こっちでその運行のコード番号を入れたりだとか、あと休息とか空車とか、あ、1日終了しましたとかっていうのをこっちでやります。運行一個一個に番号が振り分けられてるんですけど、それを入力する機械ですね。で、エアコンの吹き出し口が1、2、3、で、あっち側に4、5だね。はい、5個ありますね。で、シフト、はい、シフトがね、こんな感じになってます。見えるかな、一足、あ、やる？ブレーキ踏んでクラッチ切った状態で、これが一足、ここあんま良くないっぽいけど、これが二足、三足、四足、五足、6速、7速ニュートラルっていう感じで操作してますね。ここら辺にはね、まあ、小物やらなんやら、私はねリップクリームとか目薬とかそういう類のものを入れてますね、まあ、これは灰皿ですね。まあジュースホルダーがね少ないと思うんだよね。1、2、3でしょ。これはもう埋まっちゃってるからね、常備してるから。で、まあ、あとはこのボード、これはね、荷物ここ入るんだけど、まあ、ちょっといろいろ入ってるはい、寝台ですね。まあ、こっち側にぬいぐるみがいたりとかしてて、で、私はこれステアリングテーブルですね。これご飯食べる時のテーブル、ここだとね結構動かないのだからちょうどいい。ベッドはね今ひんやりマットを敷いてて、で、布団自体はカミオンスリーパーですね。トラックショップジェットで購入できます。トラック専用の布団を使ってます。まあ、で、あとはまあトラックドライバーさんみんな好きなエアーサスペンサーっていう芳香剤ですね。私物的なもんはねそんな実は乗ってなくて、こんな感じで私は釣りが趣味なのでルアーとか飾ってますね。あとはね、上ら辺の収納の紹介をします。これはね、エアサスを標準に戻せます。ここで、で、ここはあのハイビームのオート設定ですね。まあ、機械的に判断して暗いなって思うところは勝手にハイビームになります。私なんかちょっと対向車に申し訳ないが勝っちゃって、これはあんま使ってないですね。ハンドアだと電気つくやつで、これは今のこの照明です。で、このね照明がすごくて、まあ、これ今消えてるんですけど1個つけるとこっちだけつきます。もう1回押すとこれ全部5個つくんですよ。この5個の明るさを明るさ調整で、まあ、ここで調整してたやつを長押しします。長押しするとゆっくりゆっくりね、ほら暗くなるんですよ。すごくないですか。私分かるやつしか紹介しないです。これとかちょっとよく分かんないですねいや分かった方がいいんですけどね。まあ、ここが車検証とかいろいろ入ってるところで、まあ、ここもこんだけでかい収納になってます。私はここにはねカッパと、まあ、みんなが知ってるやつで言うと556旅を取るやつ、はい、次真ん中隠しおやつですねがあったりとか、あとマッサージ器具とか、まあ、ファブリーズとか、これは精製水が入ってますね。あと私のお気に入りガラコで、あとこれが
照明ですね。撮影の時に使ってる照明器具がごちゃっと入ってます。でね、割と便利なのがね、ここね、あるあるなんですけど、箸とかストローとか入ってます。多分みんな一緒だと思う。で、ここは私の私物は入ってないですっていう感じで、ここもなんか書類とかが入れるところがありますっていう感じですかね、ざっと。まあこんな感じではいはい。あとね、座席なんですけど、まあシートベルトはねこっから生えてるで、まあ革、これはねエアシートなんで、こんな感じで結構浮き沈みしますね。はい、今回ね17プロフィアの内装紹介ということで、トラック興味ない人とかでもこんなになってるんだって、まあ、ちょっとでも興味持っててくれたら嬉しいかなって思います。まあ、そもそも興味ない人この動画たどり着かないと思うんだけどね。撮影しながらこのボタン使ったことないなとか、何のボタンなんだろうって思ったこと多々あったので、ちょっと調べ直そうって思いました。まあ YouTube やってて結構そういうこともあるので、勉強になるっていうか自分のためにもなってるので、これからも頑張りたいと思いますはい、こんな感じで今回は終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。今日も明日もご安全に。バイバイ。